皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回はですね、悲しいです。多くの市民が食べ納め、ロシアでマクドナルドが最後の営業日ということで、こちらの記事を見ていきたいんですが、まあ、ロシアで、経済政策の一環でね、まあ、外国企業の撤退で、市民の生活に影響が出ているということで、モスクワにあるロシアのマクドナルド1号店が、13日最後の営業日を迎えたということで、まあ、ウクライナの侵攻を受けて、マクドナルドはロシア全店舗を一時的に、閉鎖すると発表。で、この日多くの市民が食べ納めに訪れたということで、まあ、市民の人はほぼ毎日通っちゃうので悲しいとかですね、店の開店当時、店の行列で並んで寒い中3時間ぐらい経ってた思い出があるみたいな感じで、まあ、悲しいというかね、思い出を語ってたようなんですが、まあ、経済政策によって、まあ、ロシアの通貨ですね、ルーブルの急落などの影響で、まあ、物価の上昇もあったりとかですね、まあ、市民の一般の人の生活が一変すると。だから、まあ、お金の価値だったりとか、こうやって自分が好きなね店舗の商品が食べられなくなるとかっていうことで、まあ、生活が一変しているんですが、まあ、実際この大半の、一般の方っていうのは変な話関係ないんですよね。まあ、ただロシアに生まれたっていうだけで別に何も決定してないし何も加担してないんですけど、結局この上の人が決めたことで、まあ、迷惑するのっていうのは、まあ、こう一般の人なのかなということで、まあ、何度もできないんですけど、まあ、日本のね、日本にあるロシアの、飲食店とかね、ロシアの方が住んでる人もなんか誹謗中傷受けたとかニュースで見ますけど、本当に全然悪くないというかね、普通に生活している人たちが、生活に影響が出てきているということで、まあ、ニュースを見ていきました。で、次の動画で、今日のですね株価など注目銘柄見ていきたいと思います。今回以上になります。ありがとうございました。